はい、えー、お疲れ様でございますはい髪切られましたかえ、髪切られましたかじゃないのよ <laughs> <laughs> いいともかっつんだよ <laughs> <laughs> いやあの実はですね今日はあの今日ですよ今日のまあ昼過ぎぐらいに厚着で髪を切りに行くロケをしたんですよ YouTube 用でしかも 坂本さんんににね、はい、美容室ったんですよで動画も回して、はい、車の中も撮って,って坂本さんにねこう髪の毛切ってもらってる風情も撮ったんですよ。まあこれ仕事で切ったんですけどねちなみに。薬作りで髪を切るということで,、はい、ことで坂本さんに許可をいただきまして<う>えと髪を切ってるやつもちょっと YouTube で撮らせてくださいということで。はい っほんと優しくしていただいて、ね、コーヒーも出してもらって <laughs> 美味しいコーヒーもねはい、はい、で、まあ、いざ今日帰ってきてちょっとデータじゃあ写しますっつってうディレクターの王様く君がですねやったところまさかのデータを消すっていう <laughs> 全部消えました坂本 <laughs> さんほんとすみません、ね、せっかくねいや多分楽しみにしてますから坂本さんと相田さんもまあまあまあまたちょっとねこういうことはやっぱ ききっと好きもんだか,ら、はい、だから皆さんも楽しみにしててくださったかもしれないんですけどまあまあ急遽ね、はい、じゃあこれじゃあちょっと帰れんぞということで、はい、まあスニーカー紹介していようっていうい、はい、今後のね今後のレギュラー企画にもなるであろうやっぱスニーカー紹介を、はい、まあ今日のところはじゃあしていこうとまあちょっと坂本さんの企画はさまた,、ね、また改めてやりましょうちょっと。 よろししくお願いしますということでですね、はい、気を取り直してやっていくんですけれどもまあ今日最近我々バスケットボールをょまあちょいちょいプライベートでやってるじゃないですか。そうなんで,うでやっぱり最初僕は「ジョーダン12」のタクシーかなかなんかで、まあ、やってたんですよ。やっぱ 思ったやっぱりジョーダンを履いてバスケットするかっこよさもあるんだけどいかんせん機能性があれだなっていうなるほどやっぱ足が痛くなるというねああめっちゃあのエビ田があのドア開けましてこれうちの恒例行事なんで、はい、お気になさらずはいはいまあやっぱ僕らの世代やっぱ「スラムダンクに影響されてバスケを入る世代じゃないですかでも,もう完全にだからどのバッシュ履いてたっていうより、うん、あのどのキャラのバッシュ履くみたいないそう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  <laughs> でやっぱりなんだろう当時まあ昭北でいうと、まあ、花道と流川が、まあ、やっぱジョーダン入ってるわけですよ、うん、ジョーダン6で後に桜木はジョーダン1のブレット履くんだけど、うん、で三井寿がジャパンあっていうかそのア,アシックスそう国旗がついてるジャパンあれでもジャパン L かな多分 L だよねジャパン L かポイントゲッターか、うん、多分かオールジャパンどれかなんだよね ワンちゃんオールジャパンかなオールジャパンかジャパンエルなんだけどでえっ、ー、とリョータと赤木ゴリがコンバースなんだよねでねこれまたまあ、後々紹介したいんですけどリョータが履いてるアクセレレアクセレーターっていうコンバースの場所があるんですよでそれは マジで復刻とかもされててなくてオリジナル探すのも大変だしオリジナルを見つけたところでもうですよでそれがなかなかやっぱ見つからなくてでそれに似てるコンバースの ERX250 っていう場所があってそれを一応結構10年ぐらい前にオークションとかで見つけて買って。 んです持ってるんですよでそれは結構そのリョータとかゴリが入っててるるやつに似てるんですよあともう一個コンバースの場所で有名なのはコンバースウェポンっていう場所があるんですけど、まあ、それも最近ちょっととあるブランドとコラボしたウェポンをちょっと手に入れたんでまあまあちょっと今日じゃないんですけど、まあ、後々また動画でね紹介したいんですちょっとね話それたんですけどということでですね今日は まあ最近我々バスケやってるっていうことでですねえ今バスケをプライベートでしてる時に履いているスニーカーバッシュを紹介しようってことで今日はですねえエアズームフライト95というえ場所になりますこれを今僕履いて実際バスケやってるんですけどやっぱりね これあの田臥勇太選手ってさ僕らの世代だとやっぱすごく多分行っ,、ね、行ったね初めて<あ>日本人で多分初めてなんじゃない違うのかな日本人で多分初めて田臥選手 NBA 行ったあやっぱそうだ日本人と,はじとして初めて NBA プレーヤーとなった、うん、日系人はそれ以前にいたけど、うん やっぱちゃんとした日本人では初めてのプレーヤととなったと、はい、そうだからズームフライトのイメージ95のイメージはやっぱ田臥選手が履いてるっていうイメージでなんか僕はちょっと認知している場所なんですけどだからどこかこうナイキの場所なんだけどやっぱ田臥選手のイメージがあってちょっとやっぱ日本的な <laughs> ナイキの場所っていうなんかまあイメージなんですけどね。 そそうそうまあ形もねなんかこういう感じでなんかまあ一応これ現行のズームフライト95で多分今出てるやつで一番最新のズームフライトなんですよズームフライト95なんですよね。まあ、こんな感じの場所、まあ、なんですけど、まあ、機能面もねやっぱりなんかまあ冗談よりは正直あのいいのかなっていう感じはするんですけど。えー 実は俺ズームフライト95って履くの初めてで確かこれオリジナルはズームフライト95は白に赤なんですよ白赤が確かねオリジナルだった気がするんだよなちょっと今しちゃいますねあこれがオリジナルカラーなんだってモノトーンが多分じゃあそれを田臥選手が履いてたって 田臥選手が入ってたのはさでもそれこそさ白赤じゃななかったったけなもしかしたら選手オリジナルカラーみたいなのを作ったのかもうん白と赤のズームフライト95をまとい96年にフリースローラインからテイクオフアフリカ系アメリカ人以外で初めて NBA のダンクコンテストを制したブレント・バリーなるほど。 この人が白赤をこの色のイメージがやっぱでもすごい強いっすねこの見えるかなこのズームフライト95このイメージがつこれオリジナルじゃないんだこれみたいっすよモノトーンなんだね白黒がオリジナルカラーっぽいなへー 知らずにオリジナルカラーを履いていたっていうねそうなんだこれがオリジナルカラーなんですねいやかっこいいよねいい初めて履くんだけどやっぱなんか結構ちょっとねミッドカットっぽくてなんかいい気がしますちょっとやっぱバッシュあるあるなんだけどちょっとやっぱり革なんで馴染むまでにで、ね、いや時間がかかってちょっとやっぱ靴ずれはしましたけどね まあでもやっぱりこう合うようにねなってくるというところではいいんじゃないでしょうか。これを履いてまあバスケをしてるんですけどだって今回さこれ体育館用なんだけどこれ外のあれですよ外のバスケットコートでやるようなバッシも買ったんですよ。ここれはは体育館用っていいうことでねはいはいということでもう一個ね これなんかかわいいサンダルが出てるなって皆さん多分思っていたと思うんですけどもこれですねいつも応援してくれているえっとファンの方からのプレゼントを今日坂本さん多分ね坂本さんに「ND」の T シャツとかグッあのアイテムを多分取りに行かれてでその際に僕これ多分プレゼントであの。 そう、それを、あの坂本さんに渡しといてくださいってことで、お渡ししてくれてたの、は今日やっと多分、僕受け取れて。あ、俺、そのデータ消したんですか。<laughs> <laughs> すいません <laughs> のか。すいません、ごめんなさい。そ受け渡しを取ってたんですけど。取ってたかもしれないよね。はい、すいません。はい。ということで、改めて、これは絶対紹介しようと。はい、はい。ということで、これね。 いいんですよこれフリースになっててちょっと初めて見たんですけどこれねナイキボローバローっていうまあ、サンダルなんですよね。これ多分もちろん外履きでもいけるんですけどなんか質感的になんかルームシューズでなんか履いたりするとかわいいしすごい調子いいのかなみたいな。なんか現場で ね、女優さんがいいてる確かに確かに,そ,、ね、確かにそういうイメージなんか物もねなんかデザインなのかと思いきやちゃんとチャックがついててなんかちょっとしたものがこの <laughs> トゥーのところに入る感じになってますねつま先のところにねこれは非常に普段使いできるんじゃないでしょうかっていうようなね ものをいただきました。ありがとうございます現場に車で行かれるからもうそのままね、うん、現場それで行ってもいい本当ですよこれね、はい、履いてこれで運転して楽ですよね、うん、すねめちゃめちゃいいよねなんかナイキのサンダルってやっぱいいよねなんか、えー、あのオサムも俺もやっぱ普段履いてたりするけど、はい、ベナシーとかさ定番のやつからこういうちょっとねあのデザイン性のある可愛いやつから なんか最近さレディースで厚底のサンダルがナイキから出ててそれがすごいね流行ってるみたいなんだよね<ー>そう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 いうのもあってねまあこれもちゃんと履いてこれ使いたいと思いますありがとうございます。はいまあ、ということでね、あのー、今日はちょっとしたハプニングもあ急遽スニー,ースニーカー紹介をね、まあ、や,ったやっているんですけれども。 今後ねやっぱね昔からスニーカー好きじゃないですか私エンドヤーあのやっぱりこれはいまだにスニーカー追っかけてるんでやっぱこうスニーカー好きそうでない人もこういうスニーカーあるんだこのスニーカーいいよねなんてまあ楽しんで見ていただけるようなねシリーズとしてまあやっていきたいと思いますので是非楽しみにしていただけたらと思います。 というわけでね、また改めて、坂本さんには行く動画をおさめと一緒に行きますので、はいえー、ぜひそちらも楽しみにしていただいたらと思います。ということで、えー、本日はね、ズームフライト95と、あとね、ファンの方からプレゼントしていただいた、えー、サンダルの紹介でした。ありがとうございました。